あれしたね。入れちゃう。どうだ。くい。よし。だ。はい、いいかどうですよ。特にあのポイントそれぞれのセグメントが非常にこう狭い日本の渓流なんかだと結局一番必要になってくるのは、まあ、あのティペットの先端数十センチだったり、まあ、リーダーのあたりまでこう、まあ、2メーター3メーターとか その辺に細工ができれば大体済んでしまうというような感じだと思う。あの逆遊時なんていうのは大体あのこうドリフトきちんとしたいっていうのが一つと、あとは場合によってはあの水面よりものスピードよりもちょっとスローにフライを流したいとか、それからメンディングしたくないとかだからもう一回メンディングしたような格好で落としてしまおうというのが趣旨ですね。今日は16ぐらいですね。大体あのノーマルというかスタンダードというかぐらいだから、そのくらいから先の長さがあればちょうどあのいろいろやってもその効果的に使えるということです。短くなってくるとあんまり意味がなくなってくるんで、かといってあんまり長いと多分コントロールできないっていうのも出てくると思うんで、フライまで、いつもきちんと力をこう伝えられるという状態にはしとかなきゃいけないんで、まあ大体15というのが一つの線だと思います。はい、どうもありがとう。バイバイ。はあ、嬉しい単純に嬉しい。例えばテニスなんかにしろですね、野球なんかもそうなんですよね。例えばバット横にこう振りますけれど、その時にはこう全部がこうやって動いていくわけですね。腕全部動いてます。それから、ヨーヨーなんかもそうですね。ヨーヨーはこう、まあ、こちらでポンとやったりこうやるときなんかそうなんですけど、下に向けてこう落とすときにですね、こうやっぱりこうフライのキャスティングのリストダウンみたいな動きになるんですね。で引っ張り上げるときにはこうコンとこう今度はリストがこちらに戻るときみたいな動き、そのときにはきちんとこうメリハリのついた動きをしているはずなんです。それからボールをつくなんていうときもそうですが、全く同じような動きですね。そのときに、腕全体がどう動いているかっていうことをちょっと考えてもらうとよく分かると思うんですけれど、例えばこうやってあのボールをつかないと思いますし、ヨーヨーもここだけでこうやって肘を固定した状態でこんなやらないと思うんですね。もっと楽にですね、全体がこう動くような形ですね。やっぱりある程度こう振ってしまうというのがありますね。横からちょっと見せますけどね、例えばリストだけ使うこういうキャストが非常に多いんですね。そうするとどうしてもこういう動きになりますと、ループができてないんですね。渓流とじゃあそのいわゆる湖なんかで遠投するときのですねキャスティングが違うかっていうとですね、あの基本的には何も変わんないんですね。ですから、まあ、ただその狙うポイントが近いからその角度的な問題が出てくるという程度のもんで、基本的な動きとかはそれほど変わりません。ですから、あんまり、フォワードで下がるんであればそれに見合ったところで止める。場合によってはですね、ですからすごく近い距離なんかだとですね、まあ本当にあの リーダーからぐらいの時は全部こう前で終わってしまう場合は、バックキャストとは言いますけどバックになんか行ってないんですね。上下、本当に上下ぐらいの感じです。本当に振り幅なんてこんなもんで十分なんですね。でこの状態でしたら早めにこうリーダーをつければそれだけたるみもできますし、この辺で待てば、一応ターンをしたような格好で伸ばすことももちろんできますんで、その辺に注意してるね。ちゃんとあのこれはただ、こう遠投する時のようにですね、こう大きく別にこう腕が動くわけではないんですが、非常にコンパクトで結構なんですけれど、動かしてはいるという状態にしてあげないと、そういう動きが竿先の動きは作れないということになります。ですから肩にこうはめて、フォームどうこうというよりは、どういう腕の動きで竿先をきちんと動かしているかっていうようなところが、肝になるんだと思います。ラインを自由にこうコントロールするっていうのは、いつもこう負荷をティップにかかった状態でトルクを残して最後の最後までこう力さえ、届いていればですね、ラインもこうやって落ちないでですね行きますんで、こういうふうにあのコントロールできます。それから、ティップが動いた通りにこうラインがついてきます。ですから、
こうやって丸を描けばですね、丸になるんですね。だから、そういう動きっていうのは、あのリストの部分もそうですし、肘もそうですし、二の腕もそうと、要はその腕全体でこう動かしてもらえば、ライオンはどういうふうにでもこう自分の好きなようにこうやってコントロールができるはずなんですね。ですから、場合によってはですね、後ろが、こうやってると引っかかるんであればですね、ここでこうやってホースキャストしてこのままこうやって入れたっていいわけですね。こうショートなんですけれど、きちんとやっぱりそのラインのトルクを残したいというのがありますんで、小さいんですがダブルホールをします。渓流ダブルホールなんかいらないっていう方もいるかもしれませんけど、なんだかんだ言っても、やっぱりこうループを安定させるとか軌道を安定させるとかですね、そういうところで本当小さいんですけど、これもやってるぜという程度のものなんですけども、一応こうダブルホールをしてもらえると、いろんなことが、もちろんやりやすくなるし、どうしてもやっぱり必要なことだと思います。右にちょっと倒してあげればですね、こう3クォーター気味になるし、こちらに倒してやればオフショルダーのキャストになります。でその時にはですね、腕の動き自体はほとんど変わりません。3クォーターあんまり問題ないと思うんですが、オフショルダーはですね、今オーバーヘッドでこう振ってましたんで、その時に、ちょっとこちら側にこう倒してみる、ちょっと倒しますね。ちょっと倒すだけでこんなに竿先が左の方に行きます。このままですね、腕の動きはほとんど変わりません。最後にリストダウンする瞬間もこれももちろん変わりません。でこの状態で、こうキャストしてあげればですね、左側にこうループができます。左側にループでこのままポンって置いてあげればですね、こちらの岸から中央に向かってするというのもそんなにややこしくないですね。でその時に注意していただきたいのがですね、同じ動きをするということです。オーバーヘッドの時と、基本的には竿の動かし方が変わらないということで、腕ですね、腕の動きですね、ですから変にですね、こちらに傾くとですね、大体こうやってこう伸びてしまったりするんですね。そうするとループが安定しませんので、全く同じような腕の動きになるということですね。まずですね、長いリーダーが流行り始めた時にですね、そんな長いリーダーはターンオーバーさせられないとかいう話があったんですけれど、ターンそのものはですね、そんなにややこしいことではなくてですね、いわゆる普通にキャストをしてですね、ティップさえポンとこう変えればですね、黙ってても伸びてしまうんですね。ティップが変えるってちょっと分かりにくいかもしれませんけど、こう来たものがですね、最後にここでちょっとしたこう回転を作るんですね。いわゆるキャストをしてたら、リストダウンをするときに、ティップがポンと回転します。そうすると簡単に伸びてしまう。むしろちょっと力を入れれば伸びきってしまってですね、まずいこともあるんですけどね。ただこれが基本になります。いわゆるオーバーヘッドでキャストをするんですが、普通に前後に振ってきちんとターンがさせられるというのが基本になります。渓流っていうのは狙ってるポイントがもう決まってるわけです。できるだけピンに入れたいわけですから、そこに、ティップの力が最終的に向くようにしてあげるのが一番楽だと思うんです。例えばこう高い位置で入れてこう落としてやると、どこへ行ってしまうかわからないんですね。前後に振るんですけれど下向きです。フォワードは下向き、バックは高くというような、そういうでも竿先は直線運動になるようにしてあげるということですね。で水面近くでトンとターンさせれば非常に正確にいきます。何度やっても同じところにこう入るようなキャストができると思います。ここでバッツを描くような格好でちょっとやってもらえると、これくらいはちょっと慣れてきた方ができると思うんですよね。その代わり、先端までちゃんとこう力が届いているという状態でこうやってバツを描きます。バツを描くということはですね、上から下にこうロッドが動いてます。上から下にロッドが動いてます。こういう状態ですね。でこの状態で
そのままこうやって置いてくれば左リーチになります。今あのこちらへこうやって置いたんですね、こうやってますね。こちら左リーチですね。で、今度はこうやってて、これこちら側にこうやって倒しますと、これ右リーチになります。僕の場合はほとんどこう軽量釣りに上がっていくような時でもですね、あんまりこうまっすぐに、投げるっていうのは少なくてですね、必ずあのどちらかにこうラインをなりリーダーを寄せてるキャスト、いわゆるこう、まあ、オーバーヘッドフォースキャストしますね。この状態で投げるのは、まあ、あのほぼ向こうなんですけれど、このまま斜めにこういうふうに切り下ろしてくるわけですね。だから上から下にこういったあの力が入ります。あのちょうどチャンバラで言うですね、この状態でこういうふうに切るわけですね。切るんですけれど、まあ、オーバーヘッドの時もちょっと説明しましたけど、最後にティップがこう返る状態、これがないと、ラインにトルクが十分乗りませんから、こういうふうに降りちゃったりするとですね、ティップが返らない状態だとやっぱりあの力がないですから、きちんとそういう時でもですね、ティップは返してもらうんですね。だからどちらかというとラインがこう上から落ちてきてな感じです。これは非常に風にも強いです。向かい風なんかでもまっすぐにこうビュンとこう飛ばしてボッと戻されるような時でもですね、上からその風をこう切ってしまうというような感じになりますから、非常に有効なテクニックになると思います。でその時もですね、あんまり別にこうやって大きくやらなくてもあんまり変わらないんですね。ここで、リスト人から前がちょっとこう倒れるだけでも、もうこれぐらいあの左の方に、竿先行きますし、ラインもこちらにあります。次は右リーチです。これも同じ状態で、今度は右側からこうやって持ってきますね。今ちょっと風流されますけれど、こういうふうに入ります。こちら側にこういうふうに入ってきます。これちょっとこう竿先をですね、ほんのちょっとだけこうひねるんですね。分かりにくいかもしれませんけれど、そうするとあのこう横にループができます。横にループができます。横にループができます、はい、ちょうどこうあるやつをこうぶら下げるわけですね。ぶら下げてるものをこう横にこう弾き飛ばしているような動きになるんですけれど、本当に竿先がほんの少しこう回るんですね。その時にあのリストがティップが回転をしてます。小さく回転します。この回転の度合いによってですね、大きく回してやればこう広いですね、横のこうループができるわけですね。これはだからどう落としたいかでこう決めればいいと思うんですね。それから狭いループが作りたかったら、ほんの少しだけ回してやれば済んでしまうということですね。はい、じゃあ今度左側ですね、少しロッドを傾けてですね、左側行きますね。こういう感じですね。横にループを作ります。これもあの大きくこう回してやればですね、広いループになります。広いループになります、小さくやろうとしたら、こう狭い状態で行きます。必ずこう下上、まあ、下上下というこういう格好ですね。でこの状態でしたら、ちょっと大きめなフライを使ってればこう向こうでターンをして帰ってくるときにですね、フライが大体終えるんですね。そうするとある程度同じ長さのラインを出してればですね、あそこを通ってきてるなっていうのはよくわかると思うんです。でこのままですね、このままこうやって置いてきてしまうんですね。曲げた上にですね、正確になんか入らないじゃないかと思うかもしれないんですが、非常にあの正確に入ります。これはあのもう狙っ
ったところに向かってこうフライが飛んでってるのが、例えばちょっと大きければフライ見えてますから、あそこだなっていうのが分かりますから、曲がった状態、カーブが入った状態でフライは正確に、落ちます。でもこれは何度も言うようですが、必ず、上下という動きです。少しでもこう高い位置に、リリース、こうやっててですね、こういうリリースをしちゃうと、もう形も崩れますし、正確にも入らないということですね。でこれもですね、必ずこう上から下です。これ角度がこうきついほど楽になります。こう楽になるんですけれど、あんまりこう距離が近くなるとですね、こう例えばリーダーキャスティングみたいになってしまうんでやりにくいんですが、まあ若干あの角度をつけるということですね。だからよりこう上下という動きをこう鮮明にしてやる、それから、ループ幅を狭くしてやることで、すごくこう極端に縮めることもできますし、ループ幅が広くなればなるほどですね、ほんのちょっとだけその先の方が伸びるというような形、そういう関係もあります。これは要はですね、先にこうループの先端、リーダーの部分ですね、ここを先に水面に置いてしまうんですね。そうするとその先のティペットからフライまでの部分っていうのがこう縮むわけですけれど、要はターンをさせないというのが、まあ、このキャスティングの趣旨なんですけれど、ターンをしてしまったりするんですね。だからあくまでもターンをさせないために、最後はこうティップを返すんではなくて、一緒にこう下げていくようなイメージでやってもらえるといいと。一緒に下げることによってこう回転したいのが回転むしろしないで、一緒に降りてくる。例えば三角形流であるとかですね、まあ、極端にこう流れが強い流れと弱い流れがこう噛み合ってるようなところ、そういうところの、まあ、ちょっとスローになって魚が食うだろうというような水面にフライを長い時間置きたいような時は、非常に有効なキャストになると思います。で、これにですね、まああんまりメンディングしたくないとは言ったんですが、場合によってはもちろんメンディングもします。こうやって入れてですね、例えばこの部分ラインのあたりだけっていうのは ここだけこうやってあげればいいわけですから、あんまりこう例えば大きなここら辺だけこうやってやればもう、あとはやっぱりもうずっといい状態でドリフトは継続するということになります。ある程度できるようになればですね、今度は横にこうループを、作るというのをやりましたけれども、横にループを作りながらですね、なおかつ早めに、リーダーの先端を水面に置いてしまうとですね、一応こうカーブをしながらなおかつそのカーブの間が全部こうたるむというような格好が作れます。これはやっぱり非常に複雑な流れが絡み合っているようなところでは、応用範囲が広いと思います。だから実際の釣りでは、まあ、こういう格好になることが一番僕なんかは多いかもしれないですね。あまりこう単調な流れっていうのも少ないですから。まあトリックキャストとは言うんですけど、決してそのトリックではないんですね。当たり前のことを当たり前にするとですね、当たり前にラインが飛んでリーダーが動いてでフライが飛んでいくということなんです。ただもちろんコツというかですね、肝になるような部分はあるわけです。それはまあ、いわゆる一般的なフライキャスティングっていうのがまず基本にあります。ですからこれができるというのがまず第一だと思います。ラインの進行方向っていうのは、まあ、ロッドティップの動きに
まあ、同調するわけですけど、ですから、まあどちらかというと、まあ、前後なんですが、上下というイメージでやっていただけるとうまくいくんじゃないかと思います。ちょうどですねボールをこうやって持ってですね上にポーンと掘り上げるような感じで、そうすると絶対にこうやって腕が上がるんですね。そうなると、こうリストだけで釣るとかですね、こう肘から前でこうやって釣る振るとかですね、そういう、まあ、あの癖がある方は取れてくると思います。ですからこうボール持って上にポンと放り上げる、やや後ろに放り上げると釣れば上に上げた上にポッとこうリストが返ってくるわけですね。まあ、そういう動き、まあ、ヨーヨーとかそんな話もしましたけども同じです。ですからあの他の何か、前で作業をするようなことは同じような動きになっているというのも多分理解できるんじゃないかと思います。まあ、その辺を考えながら、まあ、釣りをしながらですね、あんまりこう練習練習という感じではなくて、釣りをしながら、どんな風にラインが飛んでいくとかフライが飛んでいくっていうのを確認をしながらやっていってもらえると、きっと釣りも楽しくなるでしょうし、上達もしていくと思います。